ヴァンパイアは岩井俊二監督による日米カナダ合作映画。2010年に撮影し、2011年に完成。日本公開は2012年。岩井俊二が監督、撮影監督、原作、脚本、音楽、編集、プロデュースデザインストーリーボードの一人旧役を務めた。原作、ヴァンパイアは、原討者から単行本が刊行されている。 第34回、サンダンス映画祭ワールドシネマ部門、第61回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門、第35回香港国際映画祭、第37回シアトル国際映画祭、第16回ファンタジア国際映画祭、第16回フザン国際映画祭、第22回ストックホルム国際映画祭、第44回シッチェスカタロニア国際映画祭、第4回、 ストラスブールヨーロピアンファンタスティック国際映画祭第14回上海国際映画祭へ正式出品されている。キャッチコピーは、惹かれ、会う孤独な魂たちこの世の果ての恋物語。とある郊外で待ち合わせた男と女。プルーとジェリーフィッシュという明らかな偽名で名乗り合った二人は、男の車でさらに郊外へと移動する。自殺サイトで知り合った二人は、 この日一緒に自殺するためにあった。途中でさかいが起きながらも、なんとか穏やかに会話や食事をしながらドライブを続ける二人。話題はやがて自殺の方法に至り、そこで男、一ついい方法が血を抜くんだと提案する。女はそれを了承し、二人は人気のない倉庫にたどり着く。君が終わったら僕も死ぬと言って、女を大きな冷凍庫の上に寝かせ。 慣れた手つきで採血の針を両手足に刺していく男。針から伸びた長い管の先には四つの瓶があり、その線を開けると女の体から抜けた血が次々と溜まっていった。その後男は息を切らせて倉庫から出てくる。そして車のトランクに置いたバッグの中から血の入った瓶を取り出し興奮気味にその血を飲み始めた。男の本名はサイモン。 アルツハイマーの母親を持つ高校の生物教師であり、そして、ヴァンパイアでもあった。ありがとうございます。